今上田健課長からですね、過分な内容のご紹介いただきました、田中でございます。京都大学ではですね、採取講義やるっていうのが、習慣といいますか義務ということでありますのでですね、本当は私のようなものはですね、何もせずにはいさよならとああいうのが性分でやってるんですけども、一応ですね、何をやってきたかということをですね、皆さんにそのお話をするということが、そういう説明責任があるかなと。私は江南大学に9年おりましたが、江南大学ではですね、それほど大きな看板を背負ったわけではないのに対してですね、やっぱり京都大学は大きな看板なんですね。でそういう意味では、つまり23年間恵まれた環境の中でですね、研究をさせていただいたということに対するですね、説明責任をやはりですね、取らねばならないというふうに思う次第であります。それではですね、公開で採取講義をですね、これから行わせていただきますけれども、60分程度、竹澤さんからの紹介ありましたように、彼は現外に、私の講義はですね、3万であるというニュアンスをですね、多分ほのめかしているのかなと思いますけども、ですね、取り留めのない話をですね、お聞きいただくことになるかと思います。でいろいろ考えましたけども、トピックをですね、社会思想史研究40年と、社会思想史40年ということにいたしました。で最終講義にはですね、2つのタイプがあるように思います。で1つはですね、目下取り組んでいるテーマについて、トピックについてやや専門的なですね、掘り下げた話をするというタイプですね。で私もできないわけではありませんで、最近ですね、アダム・スミスの歴史観というですね、ペーパーを書きました。でこの話もですね、できないことはありませんが、これはそのうちにですね、皆さんの目にかけることができますので、それとですね、あまり細かな専門的な話をですね、聞きたいというふうに思っておられない方もおられると思いますのでですね、そういうこともありましてですね、2つ目のそのパターンの話をしたいと。つまりいいですね、自身の研究を解雇するというですね、こういうその講義をしたいということであります。で最近ではですね、森森先生が前者でですね、最初講義されました。で八木先生は私は残念ながらですね、参加できませんでしたので、ちょっとわからないのですが、私の師匠の一人であります平井敏子先生ですね、自分のその研究を振り返るという講義をされたように思います。でその他ですね、大野英二先生とかですね、石山泉先生とか伊藤光先生の講義などもですね、そういうですね、タイプだったというふうに思います。そういうことで40年を振り返ってですね、何をしてきたかと、ですからですね、若い時から大学院の頃からですね、何をしてきたかということをですね、振り返る、講義をさせていただきます。で私はですね、昭和24年まででありましてですね、ものに団塊の世代であります。で、で社会思想史のですね、勉強を始めましてですね、ほぼ、40年になるわけですけれども、最初の10年ほどはですね、修行時代でホブズ・ヒュームなどをですね、中心に勉強をしました。で平井先生の写真が出ておりますけれども、でその後ですね、スコットランド啓蒙に集中をいたしまして、でその次第で学位を得ることになりましたがですね、その前に共和主義というものに出会っております。でそしてですね、自然法共和主義というですね、2つの伝統の中からですね、ポリティカルエコノミーという新しい学問がいかにですね、誕生するかという、本とイグナチェフのですね、本とイグナチェフたちのその問題、富と徳というですね、有名な書物がありますけれども、にもですね、関心を持って研究をしてまいりました。でですからおよそこういう概略のですね、お話をすることになりますけれども、
先ほど申しましたように話が脱線するということをですねお許し願いたいと思います。でさてですね、お手元の経済論争に私の学歴職歴研究業績等の目録がついております。でそこに出ておりますけども、私が京大に来たのはですね大学院からでありまして24の時であります。で一橋大学を一足先に定年になりました伊予谷俊夫というのがありますけれども、彼とですね一緒に京大に参りました。で、私は実業界などで働く道もあり得たというふうに今では思っていますがですね、当時はとにかく学問研究への憧れがですね非常に強いものがありましてですね、要するに学問をやりたいと、というわけでありました。で能力がないと分かったらですねやめればいいと、極めてそういう安易といいますかそういうスタンスであったわけでありますが、大学紛争が終焉しですねベトナム戦争も終わり大学がですね再稼働し始めた時期にスタートをいたしました。でマルクスとウェーバーに惹かれて出発した私の知的遍歴はですね60年代安保の世代と違って近代経済圏へ旋回するということはできませんでした。ベトナム戦争でそれはですね我々の世代の時代経験としてですね決定的な影響を与えたというふうに思っておりますけれども、それはまさにですね近代経済学の破産を物語っているように思いました。で大学紛争はですね大学の腐敗を問題にすることから起こったのでありますが、しかし世界的な現象でありました。で若者はですね、世界の方法で反乱を起こしますが、それはですね単に気分というレベルのですね問題ではなくてですね、まさに世界の構造が不正というものを、ですね生み出しているんではないかということに対するですね異議申し立てであったというふうに思っています。で知識人の卵であったはずの学生がですね破壊的行動に出た。でそれはある意味で学生のですね大衆化を意味するとともに規制の権威や権力の欺瞞への批判であるというふうに思うんですね。で、マルクーゼとかハバマスとかアドルノがですね世界で読まれ、高橋和美や吉本隆明などがですね日本でよく読まれると、そういう時代でありました。で大学はですね根源的な反省を強いられたはずでありました。で、それはですねその結果として大学の垣根がですね、取り払われたというふうに思うんですね。で京都大学もですね非常にオープンな大学になりました。で一種の廃墟から新たなスタートを始めることになったわけであります。で私は大学紛争に意義があったとすればですねまさにそういうことにあるんではないかというふうに思っているわけですが、その新しいスタートっていうのはですねアレントが言うようにですね、革命の新しさを持っております。で我が国はですね時点で根本的な大変革をしておけばよかったのではないかっていうふうなことをですね最近よく思うのですありますが、つまり政府はですね大学の予算を増やさずにですね大変革はできなかったというふうに思うんですね。でその後ですね大学進学率はどんどん上昇し、大半の学生をですね私学が吸収しましたからですね私学助成が増えですね、大学の大衆化がですねますます進んだということでありました。でその帰結がですね今の大学であります。で、日本の大学はですね投資が乏しくですね国際化に遅れ、競争力がなく、自信を失っているように見えます。それだけではありませんで、教授が一番たくさんいてですね准教授、助教というふうにですね下に行くほどその細くてですね逆ピラミッドになっている。でこの構造はですねいつまでも持つはずがありませんでですね、なんとかしてですねアメリカのようなピラミッド型にならないとですね日本の学問のですね育成はそのですね、危ないのではないかというふうに思う次第であります。で最大の問題はですね大学院重点化によって博士を大量にですね生産しておりますけれども、ポストがないという問題でありまして、ざっと言ってですね、毎年その定年で辞める教授が8000人で新たに学位を取得するですね、人が1万6000人で毎年8000人が職が減られないということがですね累積しているのが今の現在の日本であります。 ですからですねこれは深刻な問題でありましてですね、なんとかしなきゃならないのではないかと
いうふうに思うわけです。で、ちょっと話がですね、まあ、そういうところに行きましたらですね、私はですね、まあ、大学院で、まあ、丸山沢のですね、政治思想史とか大塚久夫とかですね、小野耕造さんのその著作とかですね、あるいは内田義彦その他ですね、まあ、広松渉などを読んでいた、ということもありましてですね、まあ、何という取り合わせかというふうに皆さんは思われるかもしれませんけれども、ですね、結局そういうことで経済学史と社会思想史というですね、書生臭い学問に惹かれることになりました。で、鶴瓶さんのですね、言われる経済学学の経済学を学するエピゴネだということになったわけであります。で、学士かも思想史かもですね、フィールドワーカーではなくてですね、作家や評論家のようにですね、書斎をするというそのタイプがですね、日本は多いわけであります。で、まあ、研究室があり、学生相手に職務としてですね、講義をする点が、大学の教員はですね、まあ、作家と評論家と違いますけれども、まあ、しかしそうした書斎派の学問にですね、私は惹かれていたということは否定できないというふうに思っています。まあ、その点ですね、書斎派にとどまらずにですね、思想史研究に、あるいは学士研究にフィールドワーク、新資料の発見というふうなですね、モーメントを導入して斬新な研究を遂行してこられたですね、水田先生や八木先生、八木喜一郎さんにはですね、私は頭が上がらないわけであります。で、こうして私は正直にですね、思想史の世界にどっぷり使ってまいりました。で、師匠の田中正治、平井敏彦両先生、それから木崎清先生、人文研のですね、河野健二先生、などにですね、主にゼミラーで時々お目にかかりながら修学時代を過ごしました。そしてやがて、まあ、忙しい研究生活を送るようになります。で、田中正治ゼミはマルクス経済学の言論ゼミでありましてですね、まあ、論客ぞろいでありましたあですね、しかし大衆断交でですね、ゼミができなくなる、兄弟のですね、二度目の紛争というのはですね、当時起こりましてですね、まあ、そういうことになりまして、先生はですね、辞められることに、兄弟を辞められることになると思います。で、私はですね、平井ゼミでヘーゲルやウェーバーを読みですね、木崎ゼミでモンテスキューなどを勉強しですね、この先生のゼミではアルシセルなどをですね、まあ、読んで、おりましてですね、まあ、いわばボリューム中の状態でありました。で、そういう中でですね、私はまあ、社会思想史をやろうということで、17世紀イングランドのですね、革命思想、とりわけリバイアさんで知られるホブズにですね、取り組むことになります。で、ホブズは絶対主権論と社会契約説がまあ有名でありますが、まあ、個人がバラバラで暮らすのでは危険極まりない人生になる、戦争状態になる、で、文明の恩恵も受けられない、したって平和を求めようと指令する自然法の導きに従ってですね、相互に強調して善、自分の善を、つまり平和によく生きることを実現すること、をですね、求めようという、そういうまあ思想を説いたことはよく知られている通りであります。で、私はこの法物についてですね、まあ、修士論文を書きます。そして主体的自然法というふうに名付けましてですね、ホブズの方法の新しさに注目をするということをいたしました。まあ、単なる修作にすぎませんけれども。で、平井先生が主査で、前川海一先生と、尾崎義一先生がですね、副査でありまして、で、君の論文を読みながら地方家の人々を思い出したよというふうに前川さんが言われたんですけれども、私は地方家の人々をですね、その後読もうとしましたけど、退屈ですね。結局、前川先生が言われた意味はですね、未だに分からないとあります。で、水田先生の近代人の形成はですね、1950年代に出ていましたけれども、70年代にはですね、福田海一さんの近代政治原理政治序説が刊行され、まあ、その他ですね、続いて岸畑伊坂さんの研究とか、藤原康信さんのですね、研究などが、つまりホブズ研究が出ましてですね、ホブズは小さなブームに
になります。で、まあ、そういうことでですね、なぜホームズが当時ちょっとしたブームになったのかというのはよくわからないのですけれども、68年のですね、紛争、スチューデントパワーがですね、もう一度その秩序というものを根源的に考え直すというですね、そういうそのきっかけになったんではないかというふうにも思いますが、分かりません。で、しかし、ホブズはですね、危機の時代の思想家であったということは確かであります。しかもまた当時ですね、オックスフォード大学出版部からですね、ホブズの著作集が出るというふうなこともですね、伝えられていましたし、それからそのワトキンスとかですね、ウォリンターといった人がですね、新しい研究を始めるということをしておりました。第一原理小論というですね、草稿が刊行されたのもこの時期で、あったわけであります。そういうその研究動向をですね、刺激と受け止めつつですね、ボルケナウ、クリストファー・ヒルやホブスボムというものをですね、この時期に私はよく読んだ、わけでありました。で、そういうことでホブについてですね、小さな論文を3編書いています。著作目録にですね、載っていると思いますけれども、で、結局ホブスで本を作るというようなことはできませんでしたが、17世紀のイギリスの思想をですね、10年やったということはですね、非常に勉強になったというふうに思っていまして、良い蓄積になったなというふうに思うわけです。で、ホブスとイギリス革命思想はですね、そういう意味でそれなりに追いかけたのですけれども、一つは語学的な限界を痛感してですね、次第に離れていくことになります。で、同時に18世紀の方がもっと面白いということでですね、正直に18世紀ですね、徐々に移行していったという面もございます。で、しかし当時はですね、また戻ろうと、18世紀研究してまた17世紀もやろうというふうに思っていたわけですがですね、意図と実際は違って、未だに17世紀には戻っておりませんで、ですね、17世紀についてはずっとですね、サボっていると。で、この時代にですね、そのホブズをやりましてですね、20代の終わり頃に経済学士学会、社会組織学会、日本イギリス哲学会に相次いで、入会をしですね、で、多くの先輩の研究者とかですね、同世代の研究者に知り合うことになります。で、こうして私はですね、徐々にですね、研究者として、ですね、仕事を始めるようになってまいります。で、また法学研究科でですね、水田先生が集中講義をされました。で、その時に私は経済からですね、ただ一人参加したのですけれども、経済ではですね、その年に同じ年に小林昇先生がですね、集中講義にお見えになりました。これはそこにおります北村先生とですね、協力しながらですね、小林先生を呼ぼうということですね、我々大学院の者がですね、企画してですね、小林先生に来ていただいたということでありました。お二人のですね、講義はですね、誠に内容の濃いですね、ものでありましてですね、我々はそういう講義を聞くことができたというのは非常に幸運であったというふうに思います。で、私はですね、続いて18世紀のスコットランドの思想家であるヒュームの経済思想の研究を始めます。で、そしてヒュームについての小さな論文をですね、経済論争に書きました。このヒュームですね、ヒュームはいつも太ってますね、大概のヒュームは太ってまして、若い時の写真はあんまりないだと思いますけども、彼はですね、美食家でありましてですね、エディンバラのニュータウンに新しい家をですね、彼が構えるのですが、そこでですね、お客にですね、もてなすのに女王様のプリンというふうに名付けたですね、こってりしたアイスクリームをですね、出したというふうなことがですね、言われてます。で、今日のヒュームについてですね、私は少し研究をいたしましてですね、それで、それをですね、藤田義彦、小林昇先生等にですね、抜きずりを送ったのですが、そういうそのハガキがですね、見つかっておりましてですね、こちらですね。で、文体というか書体というのは人柄を表すと
極めて奔放なんですね、なんて言いますか、ですね、筆跡でありますけれども、これは吉田先生のですね、話でありますから、小林先生はですね、まあ、例によってですね、極めて端正なんですね、文字を書かれる方でありました。で、つまりそういう偉い先生たちがですね、駆け出しの大学院の学生がですね、抜きずりを送ったら返事をいただけると、くださるということはですね、誠にですね、大きな励ましになるわけですね。で、私はあえて申しませんが、三沢先生からもですね、いただいてましてですね、それはものすごくですね、糧になったと。じゃあお前はしてるかと。いや、僕はあんまり私はまだやってませんので、まあ、そんな偉くない形で選んでいると、いうふうに思ってるわけですけどね。そういうことがございました。で、そしてですね、新しいトピックとしてスコットランド歴史学派からスコットランド啓蒙にですね、関心が移り始めます。で、まさにこれもですね、これもまた三沢先生がですね、この研究動向に関与しておられましてですね、でなぜこの時期に、つまり70年代の、まあ、終わりぐらいからですね、ですけれども、なぜこの時期にスコットランド啓蒙に多くの関心が集まってですね、しかもそれはメジャーな次第になっていく。なぜかと。そこにはですね、理由があるというふうに思うのですが、私がですね、考えるにはこういうことであったんではないかなと。でつまりですね、啓蒙といえば、ボルテールやモンテスキュー、ルソーのですね、フランス啓蒙、あるいはカントやフィヒテのですね、ドイツ啓蒙がまあ相場でありましたが、ヒューム・スミスが生まれたですね、18世紀のスコットランドにも考えてみればですね、一群の思想家がいると。で、そして学問も社会もですね、急速な発展を遂げた。それを研究してみようと。そんなことは昔から知ってて当然といえば当然なんですが、まあ結局たまたまそうであったというふうにしか思えない。これはまた後ほどですね、時間がありましたら三沢先生からですね、ぜひですね、見解をお聞きしたいというふうに思うんですけれども、まあそういうふうにまあ思うわけであります。で、こうしてですね、スコットランド啓蒙がですね、18世紀の小国スコットランドに生まれた思想と学問のですね、華々しい開花を意味する、そういう言葉としてですね、広まってまいります。で、そこではですね、道徳哲学と歴史とですね、経済学が驚くほどの、発展を見るわけであります。で、私はですね、スコットランド啓蒙という、まあ、広い主題にですね、取り組まねばヒューム自身もわからないと考えてですね、視野を広げることになりました。で、特にですね、スミスの弟子のミラーに注目をいたしましたがですね、幸いミラーの主張はですね、上の文庫にいいですね、ありました。で、当時もですね、就職は困難でありましたが、私は幸いにも江南に就職をします。1981年に就職をいたします。で、文学部にですね、やってくれた大津晋作さんとですね、一緒にいいですね就任をいたしました。で、まあ、それからはですね、忙しいといっても週の半分は自由でありますから、大いに研究を楽しむことができました。で、研究者、大学の教師というものは恵まれた職業であるということを実感するようになります。一日やったら辞めないのに大学教授というですね、キャッチコピーがいつかあったと思いますけれどもですね、まさにそうでありましてですね、非常にですね、恵まれた職業だなということをですね、まあ、実感することになるわけであります。で、江南の経済学部はですね、仕事人の世界でありましてですね、杉原四郎、田中正春、山口和夫、柳田忠、森常世、熊沢誠、石澤秀成、白杉剛等々という場合にですね、仕事ができるメンバーを集めていました。僕らの方が兄弟より上だというふうに言ったのは熊沢誠であります。熊沢さんはですね、この右から2人目でありますけれども、で、まあ、若手としてもですね、まあ、藤本立夫さんとかですね、小島忠一さんなどがいましてですね、それから法学部にはドイツ法制史のですね、黒田忠さん、からルソーの小笠原
広重様なども当時はおられました。でまあこういう人たちとですね、私はいろいろですね研究交流しながらですね、江南で研究を楽しませていただきました。でそういう中で私はですね、先ほど申しましたようにスコットランド啓蒙に照準を合わせることになります。でスミスやヒュームをですね個別に取り上げるだけではなくて、彼らを含むですね思想家集団の研究というですね、スコープの広い大きな課題に取り組むことになったわけであります。で、がぜん面白くなってですね追いかけたわけであります。でスコットランド啓蒙思想家がですね取り組んだ課題は文明社会の諸問題でありました。で近代化と民主化がですね時代精神となっていました。で人口200万人もですねいない、この時代のですね小国スコットランドで急速な近代化が実現し、大学および市民的公共圏をですね拠点にして近代の学問科学の急速な発展が見られたのは一体なぜであるか。スコットランドの人たちが直面した問題はですね問題は何であり、その啓蒙思想はですねスコットランド社会の変革にどのような影響を与えたか、その遺産はですねその後の学問や思想の発展にどのような影響を与えたか、といったことがですね研究主題となったわけであります。で私はですね焦点を絞ることが必要であるということで、文明社会と国政というですねそういうその枠組みを意識して研究を進めます。つまり当時スコットランドでもですねイングランドやフランスにおいてと同じく文明をめぐる論争が展開していたわけですけれども、それはですね国政コンスティチューションをめぐる論争とですね関連があった。で、スコットランドはですね名誉革命体制を受け入れますけれども、それに反対するですねジャコバイト、つまりスチュアート王朝をですね支持する人たちも非常に協力でありました。で、そしてですね1707年に、イングランドとのですね合法というのがですね論争の焦点になります。でジャコバイトはですね当然その合法に反対するわけでありますけれども、彼らはですね単にですね反対するだけではなくて何度もですね反乱を起こします。で昔の体制にですね戻ろうと画策をいたします。でしかもですねフランスと連携してですね、いわば反革命というものをですね画策するわけであります。で、でしかもですね国民の多くが合法に反対でありましてですね、ジョン・ブルにですねその急所されるのはマピラデルというのがスコッツのですね、本音でありました。で国境を接した両国はですね反目し、ずっとこう長くですね戦争をしてまいりましたけれども、しかしもうやめようではないかという知識人とですね指導者の決断があってですね、1707年にそのユニオン合法というものがですね実現するわけであります。イングランド側でですねこの合法の委員を務めたのがですね一人はダニエル・デフォーでありました。であそこにおります林君がですね最近そのデフォについて研究を上司しましたけれども、で、で人間はですね戦争を未だに廃止できないでおりますけれども、フレッチャーという人物はですねこの時にですね難攻不落の要塞化によってですね戦争を無意味にしようというそういう主張を展開いたします。で彼はですね統合的な合法に、つまりジョン・ブルに吸収されてしまう合法は反対だけども連邦ならいいんだと、賛成だとあいうことは申した人でありますけれども、視野をですね、さらに広げましてですね、ヨーロッパ大陸もそのですね難攻不落な要塞というものをですね建設することによって戦争を限定するというふうな主張を行います。でやがてですね永遠平和の思想がですねサンピエールやカントによって提唱されることになるわけでありますけれども、フレッチャーはですねある意味でその先駆という一面があったんだろうというふうに思います。